皆さんこんにちは。 Do it yourself inspiration へようこそ。このビデオでは皆さんにルームバンドで作った携帯ケースを気分によって簡単に模様を変える方法をご紹介します。今回は左側が iPhone 用、右側が HTC 用です。方法はとても簡単で、内側と外側をこのように裏返すだけです。あとは今までと同じように上から携帯を入れるだけで普通通り使えます。以前は縦にゴムがありましたが、裏返しにするだけで斜めになります。下はこのようになっています。皆さんの気分によって変えてみてください。今度は虹色の模様の携帯ケースです。これも裏返しにします。こちらも裏返しにするだけで先ほどとは全く違った模様になります。ご覧になってお分かりいただけるように色も少し変わっています。いかがでしたでしょうか。今回のアイデアを気に入っていただけたら、ぜひいいねを押してください。これまでもいくつか携帯ケースの作り方をご紹介してきました。ぜひそちらのビデオもご覧ください。そちらのビデオを見て作っていただけたら、ぜひこのように裏返しにしてみてください。皆さんのご意見、ご感想もお待ちしておりますので、ぜひ下のコメント欄へお書きください。私たちの他のビデオをご覧になりたい方は、Facebook、Twitter、Instagram でもご覧になることができます。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。